チャラリクラです。今回はですね、フェス開催7月15土曜日から7月17月曜日までということで、フェス開催、アイスといえば、バニラ、ストロベリー、チョコミント。今回はチョコレートがないということで、僕はバニラにしました。スプラス3の画面へゴー。ちょっと、カットします。3、2、1、スプラトゥーン3の画面へゴー。そうそう。スプラトゥーン3の画面へ来ました。ちょっとお待ちください。ちょっとね、じゃあフェスなんで、さす、フェス来ました。僕もね、もうカリスマまで、カリスマの、バニラ派まで来てんで、結構早いんじゃないかなと思います。ここ飛ばせないのきつい。僕の持ち武器、シャプーマと申します。さっき言ったね、これ。僕、ステージ、ゴンズイマテガイ。ということで、今回はですね、シャプーマ、僕の持ち武器、シャプーマ、僕の持ち武器がシャプーマなんで、そちらを使っていこうと思います。ということで、ちょっと待ってください。このとこやな、よしゃけん、今回、クリンデーラクチャック。中井さん。さあ、ロビーに行きましょう。ちょっと誰？じゃあ、ロビーに行きます。じゃあね、今回はね、シャープマーカーという武器使っていこうと思います。これはね、この武器ちょっと塗りも強いし、キールも結構取れるかなということで選んでみました。もう、僕の持ち武器っていうのもあるんで、ちょっと持ち武器を知ってもらいたいっていうところもありますね。これ、クイックボム、クイボ、訳してクイボがね、本当に強いです。はい。で、これで、こうやってやるんですよ。速くなるんですよ、キル速が。で、これ、こうやってやったりもね、結構できるんで、好きですね。このギアおすすめしない。サブインク。サブインクはおすすめしない。絶対おすすめしない。好きにつけてるだけだから。俺、クイボはね、あんまりインクが使わないっていうことで有名なんだけど、有名ではないけど。本当は、サブインク積まなくていいんだけど、俺はね、使いすぎちゃう。もう、だから、積んでます。ねえ、フェスはね、フェスティを絶対行けないといけないからね、あれなんだよね。じゃあ、バニラ行ってみましょう。待って、シュータ本物。多分嘘です。ストロベリーですね。ストロベリーとか、なんか、噂によると、ザップが強い。クルザップ。クルザップと、ヒッセン。が強いと言ってましたね。必戦じゃない。必戦ヒューだね。クルーズアップあっちにいるね。ドリンクが、スペシャルのドリンクが強いって言ってましたね。待って。待って、終わったかも。うわ、エイム頑張った。ちょっと、映像がウルトラハンコにやられたということで。これ、初手まずいね。初手まずいから、塗って打開？いや、間違えて降りちゃった。上がろう。雨降らし、ちょっと地味に痛いんだよな。あんまり好きじゃない。お風呂はね、本当にね、地味に、なんか、跳ね返ってるやつがね、ちょっと嫌なんだよね。そこにいるから、あ、倒してくれた誰か。強すぎ。カクカクしてて見にくい。ごめんけど。シュータ君はストロベリーだったから違うと思う。シュータ本物じゃないね。これシュータ偽物です、かっこ。ちょっと待って、映像がね、ちょっと悪いから。一旦止まります。待って、やばい！よし。ごめんね、ごめんなさいということで。待って、何も活躍できてない。一旦塗りしよう。塗りしかしない？塗り強いから、意外と。待って。1キルはしたいよ。待って、さっき、やば、終わったかも、俺。ちょ、そこ詰めて、1キル、せめてする。一人やって、ちょ、一貫下がる。下がって、陣地塗って、ちょっと荒らされてんね。じゃあ、ちょっと前行きます。ここら辺、芋ってていいんじゃない？降りてくるでしょ。ごめん。映像がもう何回目これ。
あー、ごめんなさい。死んじゃった。ちょっとね、落ちる可能性多いね。ちょっと待ってね。ごめんなさい。そこは申し訳ございません。よし。待って。これ、あ、間違えて帰っちゃった。あーもう、なんで、間違えて帰っちゃった。無駄な時間。丁寧に塗る？まあ、普通に塗るか。これ10倍マッチとかじゃないよね。10倍マッチ1回買った。ま、うますぎスコープ。ゆずぽんさんうまい。このバッチ持ってるからね。リッター使いだね。うん、これ塗りび、あー、終わったね。終わりました。もうずっと勝ってたのに、ということで、フェスで負けるはやばい。ということで、チャンネル登録、高評価、チャンネルね、バイバーイ。いちごとバニラの色はやばい。無茶に似てすぎて。